ようございます。よりよりです。いつもご視聴ありがとうございます。今日はですね、僕が実際使っているサーフボード、カヤックロッカーのご紹介と、あとはですね、パドルホルダーのご紹介、そしてですね、ヨットホルダーのご紹介、この3点のご紹介をやりたいなと思います。こちらのですね、カヤックはバイキングカヤック忍びプロというカヤックになるわけなんですけれど、こちらの紹介については別動画アップしていますので、そちらの方をですねご覧いただきたいんですけれど、軽くスペックの方だけご紹介したいなと思います。全長はですね 3.5m、 横幅がですね 82cm、 そして重さの方なんですけれど、コンソールボックスを取った状態で 23kg になっています。こちらを実際僕がどのように積載してどのように下ろしているのかを皆さんにご覧いただきたいなと思います。僕の場合はここの間にこのレールが来るようにしています。で、スライドさせて置くだけと。そうするとここのラインがきれいにクリアされます。こちらの出っ張りもほとんどない状態で済みますというふうな感じです。で、実際に、固定をします。これでちょっと緩めて、この角当てをここに持ってきて、でただただこれを締めるだけと。動かなくなるまで締めて、であとはがっちり固定と。ね、はい、それでは前の方も行きたいと思います。よいしょ。でタイヤをかけて、あとはこのラチェットで染み込むだけという簡単設計ですね。でしっかり締め込んだらこのキャップを締めて完成と。じゃあ実際ねどんな感じか見てみましょう。こんな感じでねがっちり固定することができました。ただ、今段階ではがっちり固定されていますけれど、例えば車種によってとか、またですねカヤックの種類によって、また移動距離によって、途中でですね任意の場所でですね止まって、必ず緩みがないかどうかを確認をしてください。こんな感じでね、通常であれば
ダッシングベルトをですねあっちに持って行ったりこっちに持って行ったりとかしてよれをね考えながら締め込まないといけないわけなんですけれど、こんな感じで短時間でカヤックが固定することができるっていうのがこのね、サーフボードカヤックロッカーの特徴になります。はい、それではですねこちら実際にどのような感じになっているかというと、簡単設計なんですよ。この状態ですよね。で、この幅というのがカヤックの横幅プラス23センチ以上っていうのが推奨になっています。バイキングカヤック忍びプロは横幅が82センチですので、82センチプラス23センチということで105センチ以上取ることが必要になります。でこれは好みによるかと思いますけれど、推奨はやはりセンターにカヤックが来るようにしてサイドを決めるっていう風な形がよろしいかと思います。でこちらの取り付け方なんですけれど、このような感じになっていまして、でいち決めした後こういう風に挟み込んで、で、くる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 巻いて締めますと。でこれでこの時のあのポイントなんですけれど、あまり締めすぎてもダメなんですよ。これなぜかというと、こう締めた後にこうここで起こさないといけないわけなんですよね。締めすぎるとここが硬くなって起きないんですよ。なのである程度のところで締めると、そうすればこのようにね取れなくなります。でさらに安全設計ということで、これをカチャッと締めることで絶対に外れないようになっていますので、安心してもらっていいと思います。で、このねセッティングを4箇所やります。やった後どのような仕組みになっているかというと、このワイヤーをですねここに通して、で、これで絞ると。これが閉じている状態だとロックがかかって動きませんので、必ず開いている状態で締め込むと、そんな感じです。はい、それではですねこちらのパドルホルダーについてご紹介したいと思います。こちらはですね、スキーなどとの兼用になりますので、スキーされている方はおなじみかと思いますけれど、こんな感じでねカチッと入れ込んで、こちらをね付属のゴムバンドで縛ると。ただこれだけです。Amazon のレビュー等でこちらがね取れるという風なレビューを見かけましたけれど、基本的に取れない設計になってるんですよ。なので心配はいらないかと思いますけれど、やはりあの心配になる方はですねこちらにですねタイラップなどで固定した方がいいかもしれません。こちらはですねなんと Amazon 価格で2つ合わせて1000円ちょっとの比較的リーズナブルな価格帯になりますので、こちらはですねぜひともおすすめしたいですね。で、ジムニーの場合ですねこちらのアンテナ当たりますので、こういう風に下に向けています。はい、こちらがですねロッドホルダーになりますね。僕はまだ始めたばっかりでタックルは1セットしか持っていないので、実際は1つしかスロットル使っていません。あとこちらはですねカヤック用のフラッグになりますね。こちらもですねちょうどいいサイズでしっかりね収まっています。ジムニーでこれをつける際気をつけないといけないのが、このロッドのしまい込み採寸です。こちらはですね約150センチですので、まあギリギリちょっとお分かりになりますかね。ちょっと拡大しますとこんな感じでね、もうギリギリです。ですのでだいたい150センチぐらいっていうのが一つの目安になるんではないでしょうか。これはですねジムニーならではかもしれません。もっとたくさんスロットルがついてる
ものもありますけれど、僕はカヤックでゆくゆくは3つのタックルまで揃えようかと思っていますので、それでも1つ余っているような感じになっています。ですので僕はこの5つのスロットルでいいんじゃないかなと思ってこちらを購入しました。使用感の方なんですけれど、このロットの穂先がですねプル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 段差で震えるんですけれど、まあそれは致し方ないなと思っています。ロット自体を安全に運搬できる手段としてこのロットホルダーは非常に重宝しています。ということで本日はですねカヤックロッカーのご紹介、そしてパドルホルダーのご紹介、そしてロットホルダーのご紹介でした。何かしら参考になれば幸いです。本日もご視聴していただきありがとうございました。ではまた。